もすごいロマン。杉浦さんにしかできないことですよね。最も印象にあるエピソード皆さん伺いたくないですか。やっぱりこう最も第一次観測隊の時にはね、いろんな太郎次郎の話もあったりするじゃないですか。もうあったみたいですしね、火事をね、まあ、起こしてしまった方というとあれです、起きてしまってですね、うん、っていうエピソードがあったりとか、まあ、これからちょっとラジオでやらなきゃいけないんでここで言ってもあれなんですけど、ネタバレですけど、食料がね、こう氷で乗っけてたのがこう流されちゃったとかっていうね、3分の2ぐらい流されちゃったとか、確かそんなエピソードとかも、まあ、拝聴したことがあるんですけど、なんか杉浦さん的にこれはちょっと大変だったなってエピソードとかありますか。大変なことと、あ、これ良かったなっていうこと、あ、それ両方来たよ、はい、どっちもあるんですけど、はいはいはい、じゃあ大変なことから大変なこと、大変なことから感動は後から、はい、一番大変だったのはブリザードって言って、はい、すごい風が強く吹いていると雪が遠くからいっぱい運ばれて舞い上がるんです。そうするとよくこう北海道の冬でもあるんですけど、ホワイトアウト、はいはいはい、周りが真っ白になってもう何も見えなくなっちゃう、はいはいはい、でそういうのが一回起こると何日か続いたりするんですよ。止むことなくずっと風が吹き続ける。はいはい、音とか聞こえるんですか、中でゴーと。風もすごい聞こえる、はい、頑丈でも、はい、そうすると、まあ、雪がたくさん舞い上がって運ばれてくるので、うん、外に出ると危ない、はい、まあ、そうので絶対に外に出るなってなりますし、はい、でそうするとその拠点にしてる建物の扉が埋まっちゃう、雪でとなると外に出られなくなっちゃうと危険なので、はい、昼も夜も関係なく雪かきが必要。そこまでは出るんですか。そうなんです。扉についてる雪を払わないといけないので、夜も昼も関係なく、でも猛暴ですよね。そうなんです。一応その南極っていう場所はその地形の特性上、うん、強い風が吹く向きっていうのはある程度決まってるので、まあ、それを考えて建物を建ててはいるんです。そうしててもやっぱり雪は運ばれてきて溜まっていっちゃうので、それを定期的に取り除く、出て、はい、扉のとこまでは、あまりにもそれがずっと続いたので、そんな状況なので当然ヘリの迎えも来れないし、はい、となると予定よりも長くそこに滞在しなきゃいけなくなって、予備を持って行ってもやっぱり食料がだんだん減っていくし、ちょっと気持ち的にはだいぶ不安で、だいぶところじゃないですよね。はい、まあ、下手したらちょっとでもミスしたら命を落とすかもしれないっていう、やっぱあられたんですね。過去にはそういう状況で亡くなられた隊員さんも、うわ、そういうところはもう本当に気をつけて、知りたくなかったですよね、はい、それね、活動をしてました。お疲れ様でございました。もうまだ終わってないけど、その時が一番しんどかったですね。しんどいですよ。今は笑顔で言われてますけどね、皆さん、そう、ね、想像してみてくださいよ。まあ、生きて帰ってこれられたから、うん、今ではすごいすごい体験をしたなっていうのは思います。厳しいですね、極地というのはね。もう自然って今になってこう見返すと、そういう大変だった時の写真とか映像って何もないんですよ。あ、撮ってられない余裕が。そうなんです。だからなんか見返すとすごい楽しそうな写真ばっかりなんですけど、それ一番しんどい時の映像とか写真ってあんまり残ってなくて、それ余裕がなかった証拠ですよね。そうですね、すごい貴重な話ですね。そういう話は一緒にというか、そういう南極観測隊で行った方はみんな同じようなこと、大変だった時とかしんどい時の写真とか映像とか記録ってあんまないよね。ないんだ。伝えようにも伝えられないよねっていう話でしか伝えられないのはちょっと辛いですけど、そんなこともありました。でもね、皆さんこういうふうに、まあ、リアルって杉浦さんの一つキーワードだと思うんですけど、リアルを
追求する道というか、まあ、そういうですけど、まあ、これもねリアルな話ですよね。本当に極地のこの自然の猛威というか、本当に命がけのミッションだったんですね。いやーそれはね苦労っていう中には入らないぐらい、これ本当に命がけのね本当に。でこれ何日ぐらい閉じ込められたんですか。例えば食料がこれぐらいで何日ぐらいだったんですか。食料は何日、食料自体はだいぶ余裕を持って1週間以上伸びちゃっても大丈夫なように、はいはい、あのまあ、実際には問題はなかったんですけど、はい、あの非常食とかもうまいこと使いながら、うん、結果的に伸びたのは4、5日伸びたのかな、4、5日多少その風が止んで、あの周りが見渡せるようになっても、その現地での安全が確保できないとヘリも降りれない、はいはいはい、そういうのが大丈夫だよっていう状態になるまでそれぐらいの時間はかかりました。ホワイトアウトってもう真っ白ですもんね。本当にお腹出るぞ、そのお腹出るぞ、出るぞこれあの現地でいろいろ記録を取って、これちょっと貴重な、皆さんこれ現地その時のやつ、はい、これ皆さん一番大変だった時と、これは杉谷さん差し支えないところをちょっと皆さんにこう少しこう見えるように見せていただいてもいいですか。例えば見えるさんどうですか、これブリザード対策でこういうことしようって言って話し合った時に、僕はもう完全に初めてだったので、はい、それをもう忘れないようにっていろいろ書き留めたものを、これは貴重なもう記録ですよ本当。貴重、まあ、定期的に外の風の様子とかも記録をしていて、何時ぐらいは何メートルの風が吹いてたとかっていうのを、ここにいっぱいこうやってあれしてあげてるんですね。発電すごいですね。これは杉谷さん、この何ですか、この手帳というのは、これなんかうわーこれちょっとすいません、はい、これ見てください皆さん、この感じボロボロですけど、そうだからこのボロボロっていうのが、まあ、持ち歩いてる、うん、それがリアルですよ。もうこれ今パッとこう拝見した途端になんかうわーと思った。これは貴重な、もうここなんかこう後から入ります、ね、補強してありますからね、もうね、剥がれちゃう、もうどうでしょう皆さん、これねお宝のありがとうございます。大事な、本当に大事なものをお持ちいただいて、まあ、ここにね今ちゃっとこうあのパラパラっとされてるのも拝見したんですけど、もうびっしりとねいろいろとこうなんかその時の状況とかね、うん、書き留めてあられて、ね、いやそれはだけど怖い、ホワイトアウトって本当怖いですよ真っ白ですもんね、どうなるんだろうっていうか、もうすごい不安はありました。でも5人で取り残されたようなもんですもんね。そうです、チームのリーダーの方はもうこれまで何度も南極に、はい、行かれてた方なので、そのチームリーダーはすごい信頼できましたし、はいはいはい、頼もしかったです。そうですか、はい、こういう時はこうすればいいからっていうのがしっかりされてたので、その間はでも研究はちょっとストップですか。できないですね、ちょっとそれどころではない。ないやでも一応まずは自分たちの、その安全を確保し、はいはい、するっていうのが最優先。でもやれることって少ないですよね。そうです、4、5日こう どうされてたんですか。記憶あられますか。なんか不安だとこう記憶飛んじゃいますけど、何か活に外出ずに中で、その時はもう発電機も途中で維持できなくなって止めちゃったので、うわもう暖を取るっていうか、こう時々ガスコンロで物を乾かしたりとか、時間長やれることはやろうみたいな。なんかこうその中でもなんかこう、例えばまあ簡単な話ですけど、トランプ持ってったりとか、そんなことでなんかこう気まぐり合わせる何かあったんですか、娯楽とか。あの一緒にいたチームのメンバー同士で、はい、うん、あの楽しい話をしよう、楽しい話をしよう、よくそういうなんか遭難したシーンとか、こう宇宙ほどの映画とかで、あの取り残された人たちが自分の家族の話したりとかするシーンあるじゃん。ありますね。あれって本当にするんだな、するんだな
明日ラッキーって間に入れるなっていうのはその時に思いました。楽しい話しよう。これもうリアルすぎてちょっとなんかゾグッとくる。もう本当そこまで追い込まれるんですね。うん、そうやってこうドラマ的じゃないですか。なんかね、あるんだ。物語の中の話だけだと思ってたんですけど、人間ってこういう状況に起これたらそうなるんだなっていうのは、これもリアルですね。今日はリアルっていうのがキーワードですけど、あリアルすぎて怖いわ。なんかでも娯楽道具は持っていかれてないんですね。なんか多少のもまあトランプとか持っていくには持っていってたんですけど、ちょっとそれどころじゃない。そうですよね。本当にそれどころじゃない。話ですよね、はい、やっぱりね、うん、コミュニケーション取った方がね気が楽になるんでしょうね。まあでもじゃあいまだにやっぱりその5人の方々とはこう絆で結ばれてるんじゃないですか。やり取りもあります、ね、そうですよね、はい、まあ、ある種戦友ですもんね。うん、ある種戦い場ですもんね。うん、ああそうですか。もうなんか一生の友がねできられたんだと思いますけども、ご苦労もこうやってね、もう南極でもさあこうやってご苦労あるして、合計何ヶ月でしたっけね。何ヶ月お見えだったんですか、滞在は。現地に2ヶ月か。現地に2ヶ月か。で、しらせはその時はどうなってるんですか。止まってるんですか。止まったまま。止まったまま。あの時々他の調査で少し離れたりすることもあるんですけど、うん、基本的には昭和基地の近くに。うーん、その間のこう観測隊の活動を自衛隊の人たちもお手伝いしてくださって、あ、まあ、その拠点として自衛隊の方々は船の拠点。うーん、じゃあ反対に良、はい、かったことというか楽しかったことというか、まあ、同じその観測拠点、観測の拠点として使ってた大陸上の場所を、はい、たった5人だけなので、うん、ちょっと外に出た時とかも誰もいない何にもないところに一人になるっていうことがあるんです。なるほどね。そうするとなんか自分だけ違う世界に来たな、なんかすごいところに来たなっていうのをすごい実感したこと。なるほど。さっきもちょっとお話ししましたけど、違う星に。そうなん、立ってるみたいな感じで、そこで1個やりたかったことがあって、はい、カップ麺を作って、カップ麺、はい、外で一人で食べるってこと。この瞬間こんなところでカップ麺食ってるの自分だけだろうなっていうのをなんか噛みしめる。なんかちょっとその瞬間は、ね、他にもいろんなこう楽しかったこと、思い出にあることたくさんあるんですけど、それはちょっとなんか独り占めしてる感が、そギャップがすごいですね。コントラストというか凄まじい経験も同じところでしてたんですけれど、うん、そういうこともあって、あこれが南極か、うーん、南極でカップ麺食う。もうものすごいロマン。杉浦さんにしかできないことです。そうね、カップ麺うまかったですか。美味しかったです。最高だ。極地でのカップ麺ね、はい、こんなにうまいんだって。あそれはまあ、じゃあまあ一番こう印象に残って嬉しかったというか、楽しかったことっていうのはもう一人ぼっちになって極地でカップ麺を食べる。ちょっと性格は違うんですけど、そういう思い出もありながら、うん、やっぱりこう結構さっき言ったみたいな過酷な環境を過ごした後で、はい、うん、ふと基地とか船に帰った時に、はい、家族からのメールとかが来てるのを見ると、あすごいホッとしたっていうのは今でもすごい覚えてます、ね、あ帰ってこれたな、無事でよかったな。面白いような経験もされましたからね。そうですね、そういう思い出もあります。なんか離れないと空気みたいに家族ってなっちゃうこともあるでしょうけど、それもリアルにまたこう絆とか愛情とかを感じる瞬間でしょうね。支えられてるなっていうのはすごく感じました。人って心とかね、絆でやっぱり支えられるもんですもんね。ただの文字なんですけど、それでもグッとくるのがありますね。なるほどね。さあこれでこういよいよ終わって、こう何か出航前に、はい、なんか昭和基地かなんかでみんなでその第59、9時、南極観測隊でこう
ある種のこうさよならパーティーじゃないですか、はい、さよならパーティーみたいなのがあったんですか。その全てを熱い方